野党とは何でしょうか。野党とは与党、政権を取っている与党が国民の期待に反する行動を取ったり、権力を乱用したり、腐敗が起きたり、そういう時にいつでもそれに代わって国民の支持の下で政権を担当しうる政党が野党です。自公の不満の受け皿作り、次はどのような枠組みで進められるのでしょうか。それはやっぱりね、野党第一党の民進党が、そのリーダーが旗を振って、この指止まれということでね、政党やあるいは政党に属さない人も含めて、この安倍政権では国民のために、お国のためによろしくないと思う人すべてが結集して、国民の初めて受け皿になれると、そう思います。もう一度政界再編はありますか。もちろんあります。なければもう日本の将来はない。もう一点、前回の政界再編、民主党政権交代の中心にいらした小沢さんなんですけれども、今少数野党でこのように旗を振っていらっしゃるんですけれども、辛いと思われることはないんですか。いや、そんなことが辛くないよ。何も、政権交代ができるグループが未だできないということが非常に悲しい。だからこれを作り上げることまでに、全力で頑張る。